ぱりなんか独特なものがありますね。うん、かっこいいですね。はい、どうもあわです。ですね、今回は、こちらですね、JR 九州の813系の、200番台と300番台の6両セットということで、こちら、限定企画品だったかなになりますね。こちらの方を、購入したんですが、これ6両しかないんですよね。で、実際に鹿児島本線、まあ走ってるのを見てもらうと分かるんですけども、9両で、まあ、走ってること結構多いんですよ。ということで、こちら、813系の200番台の基本セットの方も購入しました。これね、造結セットもあるんですけど、なぜ基本セットにしたのかというと、6両と3両で走らせたり、まあ、9両つないで走らせたりと、ちょっと両方楽しみたいなと思って、3両の方も基本セットで動力者付きのものを購入しました。では、開けていきましょう。まずは6両セットの方ですね。こちらの方なんですが、まず付属品にステッカー、シール入ってますね。こちらは、行き先表示シールですね。これね、初めから何か入ってるのかな。ちょっと確認していきましょう。こちら、あれ？動力者確保、速報、区保。すごいちょっと今、違和感感じてたんですけど。そういうことだったんですね。こちらが、クハ813の303ということで、動力、モーターないんですけども、パンタがついてる車両なんですね。ちょっと意外な感じですね。JR 九州の車両ってあんまりまあ詳しくないっていう部分もあって、基本的にまあ西日本の車両とか、まあ、国鉄の車両メインでしか知らないんですけども、基本的にパンタグラフのある車両っていうのは動力車モーター車っていう認識だったんですよ。なのでパンタがついててクハっていうのがちょっと意外だったんですね。で、2両目こちらがサハ813の303ということですね。で、こちらが、パンタなしなんですけども、これがクモハ813の303で、こちらがモーター車ということになってますね。で、模型の方ではこちら動力入ってます。そして、次こちら。これも、まあ、パンタあるんですけども、クハ813の210ということですね。トイレ付きですかね。で、こちらサハ813の210ということですね。うん、そして、最後こちらが、クモハ813の210パンタないんですね。3両基本セットの方は、200番台ですね。先ほどのセットだと、300番台の方に動力が入っていたので、まあ、200番台の方こちら動力なかったんですけど、基本セットの方は動力付きなので200番台も単体でちょっと走らせることができるということで、今回ねこちら
動力のある基本セットの方を購入しました。実は増結セットの方が値段高かったっていう、販売価格ですね。定価はもちろんこちらの方が高いんでしょうけど、販売価格はなぜか増結セットの方が高かったので、で、こちらも、クハ813ですね。パンタついてるけども、クハと、やっぱり違和感ありますけどね。で、サハ、こちらも先ほどのセットと同じものですね。そして、こちら動力車の方が、クモハ813という。では、早速ちょっとね、ライトの確認と試運転の方やっていきたいと思います。はい、ということで、こちらですね、レールの方に並べました。ですね、こちら側から、6両セットのものをまず3両、そして真ん中に基本セットの3両、そして後ろに6両セットの残りの3両という形で、動力車の方がこことここですね、に今入るような形にしてみました。基本の3両セットを真ん中に入れたのは、行き先の表示幕が違ってたっていうことですよね。両端に入れた6両編成の方、6両セットの方は門司港行きなので、門司港行きで揃えました。で、真ん中に小倉行きの表示の、基本セットの3両を入れてます。では、ライトの確認からいきましょう。こちら、まずテールライトですね。そして同じように、中間車もテールライトがついていて、で、こちら先頭、行き先は門司港ということですね。では次に、反対側、逆方向でこちらのヘッドライト、行き先は門司港ですね。そして、わかりますかね？真ん中、中間に入れた部分が行き先、小倉になってます。そして、後ろは、こちらまた門司港行きということで、こちらですね、最後尾。で、テールライトもこんな感じ。では、走行していきましょう。ちょっと嫌な音が鳴ってるなぁと思ったら、こちら車輪浮いてます。よし、これ大丈夫かな。JR 九州のこの通勤近郊型車両ってすごくかっこいいですよね。前回ね、開封走行動画アップした415系、あれはまあ国鉄時代からのものなので、デザインのものではないんですけども、JR 九州としての車両っていうのはやっぱりなんか独特なものがありますよね。かっこいいですね。ということで、前回の415系もそうなんですけども、ちょっと JR 九州の車両を新たに手を出しましたので、ちょっとここから、ね、九州沼にはまっていきそうな感じはあるんですけれども、こんな感じで、鉄道模型の動画、あとは旅行の動画だったりゲームの動画なんかを時々こう投稿していったりしていますので、チャンネル登録とか、あとコメント、いいねボタンなどよろしくお願いいたします。またね、今回はちょっと開封動画と試運転動画ということで、ちょっと立て続けに、キハ185、JR 九州415系で、今回の JR 九州813系というふうにアップしていったんですけれども、そろそろちょっとまた走行動画とかも
取っていきたいなとは思っていますので、またそちらも完成しましたらアップしますのでよろしくお願いいたします。ではどうもご視聴ありがとうございました。